て、今日から3日間またバイトだね。やり方はちゃんと覚えてるかな。まあ誰もここまでやらないだろうってくらいみっちり勉強しまくったから簡単には忘れないだろうけどね。どっちかっていうと問題は人間関係だね。おはようございます先輩。ミネ。おはようございます店長。昨夜のメールの件だがやはり明日は忙しい。明日？従業員の慰安イベントという案そのものはいい、別の機会に行う。そうですか、わかりました。盆明けでどうだ？はい、楽しみにしてます。では。ふーん、慰安イベントなんて企画ミネが提案したんだ。積極的に企画提案とかするタイプには見えないけど、パーッと遊びたい気分だったとか。そ、先輩は明日彼と行くんですよね。明日の花火大会ですよ。彼と行くんでしょ。花火大会？明日？とぼけたって無駄ですよ。サバ先輩から約束してるらしいって聞きましたから。まあ私は悔し紛れに従業員みんなで行こうって提案して、まさに今店長に却下されましたけど。先輩はどうぞ楽しんできてくださいね。それじゃ失礼します。なんか逆に申し訳なくなってきたね。で、ミネに同情してる場合じゃないか。まずは自分のこと、明日の花火大会の約束確認しないと。明日は8月12日だよね。あ、手帳にメモがある。19時明賀駅ホームだって。きっとこれだね。ケントそんなこと全然言ってなかったけど、まあ時期的にもちょうど花火大会ありそうだし多分間違いないね。仕事の後でケントにそれとなく確認してみようか。今はとりあえずバリバリ仕事片付けちゃおう。いってらっしゃいませ。お帰りをお待ちしております。ふう、今日は問題なく仕事できてるね。数日のブランクは響いてないみたい。お前、え、店長、何か粗相がございましたか？9番テーブルから指名だ。あ、なんだ、ご指名だって。それはありがたいね。今ミスするなよって念を押された？気のせい？とりあえず9番テーブルに行ってみようか。ご指名ありがとうございます。ご用を受けたまわります。ってケントじゃん。想像したよりも生き生きと働いているんだな。最近の君はぼんやりとしている様子だったから接客業が務まるのだろうかと思っていた。まあ確かに最初の頃はぎこちなかったよね。でも君ずいぶん元気になってきたもん。接客はもうかなりの高レベルだよ。しばらく見ていたが元気そうで安心した。まああれだよね、ケントに振り回されてるおかげで感情が活性化してるっていうのはあるよね。ここの制服もまあ君によく似合っている。想像したよりもずっと似合っていたのでな。正直驚いた。いや、これは一級に言えと言われたんだ。あったら必ず服装に関する感想を言えと。だから仕方なく思ったことを言っているのであって、私の本意ではない。いや、嘘を言ったわけではないが。結局似合ってるってのはケントの感想なんじゃん。お邪魔になりそうだから僕向こう行ってようかな。昨日はすまなかった。一休にからかわれてすっかり取り乱してしまった。君に不遠慮に触れてしまって、そのすまなかった。これは詫びの品だ。あ、いや、これは一般論とやらを参考にしてみたんだ。女性は記念日を非常に大切にするというし、突然の贈り物を喜ぶというから、詫びを兼ねて付き合い始めてから
半月の今日、何か贈り物をしてみたらどうかと思ったな。これでサプライズとやらになっていればいいのだが。そうか、それならよかった。これで驚いてもらえるかどうか自信がなかったんだ。私は僕年人だから、君の望むような交際の仕方ができていないことも多いと思う。だが、できるだけ希望に沿いたいとは思っている。そのための努力は惜しまない。一休の助言もできるだけ聞き入れるつもりだ。まあ、要するに私は君を喜ばせたいんだ。私の用事はそれだけだ。仕事中に呼び止めてすまなかったな。少し量が多いかもしれないが、なんならみんなで食べてくれ。そろそろ日が沈むだろう。帰りは送っていく。待っているから声をかけてくれ。びっくりしたね。ふん。あ、店長、いつの間に後ろに。客から貢ぎ物か。いや、あれただの客じゃなくて彼氏なんだけどね。え、今ちょっと笑ってくれた？気のせい？気のせい？ケーキだったな。事務所に冷蔵庫がある。あ、冷蔵庫があるんだ。使わせてもらえるならありがたいね。じゃあそうしようか。失礼します。あ、先輩、どうしたんです？休憩はもう取りましたよね。あれ、その箱は何ですか？あ、やば、これはミネには見られない方が。ケーキですか？もしかしてお客さんから？あ、ダメダメ、開けちゃダメ。ハーフマンスアニバーサリー、半月記念日ですか。もしかして半月って付き合って半月ですか？そういえばそのくらいでしたね。へえ、あのお堅い人が記念日にプレゼントくれるんですか。しかも半月なんて微妙な日に。ふーん、いいですね。愛されてますね。うわ、こう言われるから見つかりたくなかったのに。ま、仲良くやってください。でも職場でイチャつくのってちょっと常識疑いますよ。でも向こうから訪ねてきたんだもん、仕方ないじゃんね。はあ、ケーキ冷蔵庫に入れたらさっさと仕事に戻って挽回しようか。いやー、昨日に続いて今日もびっくりしたね。ケンとさ、こないだの喧嘩から人が変わったよね。10日前に初めて会った時とは別人みたいだよ。でね、バイトしてる間、半月記念ってのがちょっと引っかかってたんだけど。あ、やっぱり。この携帯に入ってるメールの中で一番古いのは7月29日付なんだよね。で、今日で付き合って半月だとすると、君たちが付き合い始めたのは7月28日みたいなんだ。っていうことは君、ケントと付き合い出した翌日に携帯変えたっぽいんだよね。理由を考えてみたんだけど、僕が知ってる人類の一般論からすると、通話料を安くするために携帯電話の会社を同じにしたってことないかな。まあ、実際はメールも電話もほとんどしてないわけだけど。でも、もしわざわざそのために携帯変えたんだとしたら、君はやっぱりケントが好きで、電話もメールも本当はたくさんしたかったのかもしれないよね。そう思っちゃうのは、僕の考えすぎかな。もしかして君たちって、普通に両思いだったんじゃないかなってさ。お疲れ様でした。お
終わった。バイトはかなり楽にこなせるようになってきたね。それじゃ、この後はテントと花火大会か。うん、楽しめるといいね。っていうか、最近の僕たち、ちょっと緊張感なさすぎかな。なんか、記憶なくてもそれほど困らなくなってきちゃったよね。周りのみんな優しいし。むしろ、僕は今君と突然お別れになったら寂しいかな、なんて。いやいや、ダメだよね、そんなことじゃ。情報探して記憶を元に戻さないと。とはいえ、目の前に予定があるとそれを優先してしまうのも人情なわけで。いや、ほら、今回は君が記憶喪失になったことで、少なからずケントの本心が見えてきてるみたいだし。それまでの積み重ねがあって素直になれなかっただけで、本当は両思いだったのかもだし。まあ、憎まれてるかもってケント本人が言ってたわけだけど。その辺を探るためにも、とりあえず花火大会行ってこよう。バッチリ浴衣着て気合い入れてね。先輩浴衣着るんですか。超気合い入ってますね。いってらっしゃい。こっちの問題もそのうち解決しなきゃね。とりあえず浴衣に着替えて待ち合わせの妙賀駅に行ってみようか。時間ぴったり。ちょっと仕事が長引いちゃったからギリギリだったね。それにしても混んでるな。みんな花火大会に行くのかな。ケントは黒くてでっかいから来ればすぐわかると思うけど。来ないね。ちょっと周りが閑散としてきたような。そういえば、昨日花火大会のことをケントに確認し損ねたよね。サプライズに驚いちゃって。電話してみよっか。うわ、向こうからかけてきた。今どこにいる？例の男のことがある。うちまで送ろうと思って店でずっと待っているんだが。わざわざ迎えに来てくれてるみたいだよ。いや、それはいいけど、花火大会のこと完全に忘れてるよね、これ。花火大会？何の話だ？すまない。そうだった。今日花火大会を見に行く約束をしていたな。全く興味の持てないイベントだったので、記憶からすっかり消えていた。時間は19時半からだったが、ここから現地までは約1時間。まあ、悪かった。要望があれば言ってくれ。後日埋め合わせをしよう。もしもし。ダメだ。完全に絶句しちゃってる。今すぐ行く。そこにいろ。切れちゃった。でも花火大会には間に合わないよね。早っ。全力疾走できたよこいつ。君はこの涼しい日に浴衣で来たのか。わざわざ私のために。いや、私のためになどと思うのはうぬぼれも甚だしいな。電車が来るようだ。とにかく会場に行くぞ。いや、だから行ってももう花火大会間に合わないけど。来ちゃったね、花火大会会場の駅。もうすぐ終わる時間のはずだけど、少しは見られるといいね。
小雨が降ってるな。まあ出店はやっているだろうから気分だけでも味わえるとは思う。いや少し待て、どこかで傘を買っていこう。そのまま外に出ては風邪をひく。すごい人出だな。花火は上がっていないようだが、それで逆に出店が混んだか。こんな人混みを歩くのは久々だ。はぐれないように気をつけてくれ。君が嫌でなければ傘に手を添えてもらえると助かる。人混みではぐれないようにだ。タイはないぞ。いや下心がゼロだとは言わないが、主な理由は安全上のものだ。もし君が嫌ならば別の方法を考える。遠慮なく言ってくれていい。君は私が動揺するのを見て楽しんでいるのか？それとも本当に私と少しは近づきたいと思ってくれているのだろうか？確かにもう少し強く握った方が効果的なのは事実だろう。だが無理はしなくていい。祭りなどというものに来たのは子供の頃以来かもしれないな。君はどんな店が好きなんだ？私は昔からこういった場所に興味がなくてな、あまり詳しくないんだ。おお、得意なのか？植物や動物の飼育なら嫌いではない。君がうまく救えるなら私が連れて帰ろう。生物というのは一見理屈では割り切れないように見える行動を取ることがある。その行動を観察して隠された法則を探るのが私の楽しみだ。人間も植物も動物も同じだな。あ、ごめん。大丈夫か？もう少ししっかり掴んでいた方がいいかもしれない。この花火に来る約束をしたのは君と付き合い始めた時だったな。デートなどというものができると思えなかった私に、君は一つだけでも約束しろとこの花火大会の話をした。興味がなくて忘れてしまっていたが、来てみれば案外楽しめるものだな。忘れてすまなかった。君との付き合いも無理だろうと思ったが、思いがけず楽しんでいる。不思議なものだ。今でもなぜこんな風に穏やかに過ごせるようになったのか不思議に思う。君はもしかしたら私に気持ちを傾けてくれているのではないかと、そうも考えてしまうのだが、自分でもずうずうしいと思う。ああ、いつの間にか雨が止んでいるな。もう少し店を回ったら帰ろう。君の機嫌が悪くならないうちにな。結局さ、ケントは意地張ってただけで本当は君を好きだったんだよね。それはもう間違いなさそうだけど、君の方はどうだったんだろう。問題はそこだよね。あんなに喧嘩ばっかりだったのは単に二人して意地っ張りだったからってだけなのかな。それともとてもじゃないけど仲良くできないような事情があってのことなのかな。記憶を失う前の君に聞きたいよね。あいつと仲良くなっていいのって。あら先輩、おはようございます。昨日は楽しんできました？せっかく浴衣まで来たのに、あいにくのお天気でしたね。まあ、雨くらい降ったって大した問題じゃありませんよね。あっつあつのラブラブですもんね。それとも、もしかしてデートがうまくいかなくて喧嘩でもしちゃいました？私、昨日あの人のことギリギリまでお店に引き止めてましたし。あれはこいつの差し金か。いやまあ本人も忘れてたみたいだから必ずしも峰のせいとは言い切れないけどさ。
昨日の妨害くらいじゃ別れてくれませんよね。やっぱりまだ付き合って半月ですしね。次は何したらいいですかね。あの、普通妨害工作の予定を本人の前で考える？あ、店長。すみません店長、昨日店長を引き止めちゃったこと先輩に謝ってたんですよ。ん？昨日はちょっと話が弾んじゃって、でもお邪魔する気はなかったんですよ。なぜ昨日話し込んだことを彼女に謝る？え、だってお邪魔じゃなかったですか？私と話しててよかったんですか？あれ？ちょっと待って、大きな誤解がない？は？昨日のミネの長話と彼女の彼氏に何の関係が？ええー、ちょっと待ってください。先輩の彼氏って店長じゃないんですか？うわー、これはとんだ誤解だね。だって沢先輩がいつも威圧的で堅物のあんな変人と付き合うなんてびっくりだよねって言うから。いつも威圧的で堅物の返事。絶対そうだと思ったのに。あ、店長、私はいいと思いますよ。いつも威圧的で堅物の返事って。先輩もそういう人好きみたいだし、案外ブームが来てるのかもしれないです。ないない。そうか。やだ、本当に違うんだ。じゃあ店長、今彼女いますか？うわー、もう振り出しに戻ったじゃないですか。いや、ある意味良かったんじゃない？やだ、もう私何やってんだろう。それより気が入る。先輩、ごめんなさい。私、誤解してたみたいです。着替えてきます。君も。あ、君も行った方がいいね。はあ、それにしてもびっくりだ。ミネって店長が好きだったんだね。ミネには悪いけど、なんでこんな人なんだろう。まあ、君も威圧的で堅物の変人と付き合ってるのは事実だから、人の好みをとやかく言えなそうだけどさ。とりあえずミネとのしこりは解決したみたいでよかったよね。着替えは？あ、はーい。いや、ほんと、なんでこの人？私に横恋慕している女性がいるという件は誤解だった。そうか、それが何か。先日も言ったと思うが、私に好意を持っている女性がいたとしても今の私には関係ない。交際中の女性がいる以上、その女性に私ができることは何もないからだ。君にとってはそうじゃないのか？もしも君に好意を持っている男性がいたとしたら、君は気になるのか？気になるのか。それはどういう意味でだ？異性として意識するということか、申し訳なく思うということか、私とその男を比較検討するのか、それとも。いや、そんなことしないって。本当にケントは何でも悪い方に捉えようとするね。そんなわけはないな。すまなかった。それは今まで観察してきた君の行動パターンと一致しない。君ならば自分に責任がなくても相手を傷つけることに罪悪感を覚えるのだろう。そ
それが私の見てきた君だ。誠実で実直なものの考え方だ。え、ケント、君のことそんな風に思ってくれてるんだ。このことで口論をしたのは一週間前だったが、遠い過去のことのように思えるな。あの時の私だったら、なぜ今更蒸し返すんだと食ってかかっていただろう。だが今はそんな気にならない。そんなことをして君を怒らせるのが恐ろしいと思う。そう思うのは、こんな風に語り合う時間を知ってしまったからだろうな。思えば、以前から私はこんな時間を望んでいたのかもしれない。ただ穏やかに君とは、だが、それを手に入れた今、疑問になるのだ。なぜ君の態度が変わったのかと。もしかしたら君は、電話か。構わない。気にせず出てくれ。もしもーし、今どこ？今バイトの休憩時間でさ、ミネと喋ってたんだけど、聞いたよ、ミネの好きな人の話。ちょっと爆笑でしょこれ。もうサラ先輩、爆笑とか言わないでくださいよ。こっちは本当真剣だったんですよ。ごめんごめん、でもこれは笑うよ。笑えません。それでさ、今日ミネと二人であんたん家に遊びに行こうって話になったんだけど、どう？せっかくだからさ、もういっそ徹夜で二人の告白大会聞かせてよ。たっぷり笑わせてもらうから。もう笑うなら話しませんよね。いいでしょ。それとも忙しい？私に気を使うことはない。友達からの誘いを断らせるほど強烈な男になった覚えはないぞ。だが気持ちだけはありがたく受け取っておこう。電話の相手は沢とミネだな。少し変わってくれないか。あ、二人のこと知ってるんだ。もしかして二人もケントに数学を教わってたのかな。それとも単に君つながりの友達？電話を変わった。沢か？やだ、もしかしてケントさん？お久しぶり。やかましいな。電話越しにこちらまで声が届いていたぞ。ちょ、久しぶりに聞いたし、その毒舌。くだらない話に付き合うつもりはない。要件だけ言う。彼女の家に泊まるようだが、それなら私の家まで迎えに来てくれ。最近彼女の周りに不審な人物がいるらしい。私が送っていくよりも君たちのように騒がしい集団と一緒の方がより安全だろう。うわ、何それ。不審人物から守れって、それ女の子に頼むことですか？女扱いされたければ相応の女らしさを身につけてくれ。用事はそれだけだ。頼んだぞ。まあいいですけど。え、それだけで終わりですか？私も久しぶりに話したい。無理無理、無駄話に付き合ってくれる相手じゃないって。あ、もしもし。じゃあバイト終わったらケントさん家迎えに行くね。待っててくださいね。ふぅ、騒がしかったね。いや、本当にこれだけ騒がしいとあの死神みたいな男も逃げていきそうだよね。サワもミネも相変わらずのようだな。君たちの学校に招かれて講師の真似事をしてから4ヶ月か。あの時はうんざりだと思ったが、こうして声を聞くと意外に懐かしいものだな。あ、やっぱり沢たちもケントに教わったんだ。二人とも同じ学校なのかな。いや、なんでもない。私はおかしなことは考えてないぞ。え、何？私は別にあの時のままごとのような授業がなければ君と会うこともなかったのだな、などと感傷に浸ったわけではない。ただここに至るまでの道筋を改めて検討していたのだ。出会ってから4ヶ月の間、君との関係は悪化する一方だった。それがこの半月で急激に変わった。あまりにも急な変化だった。君が意図して変化を起こしたのでなければ、まさかとも思うんだが。
悪い想像ばかりをしてしまうのは私の良くない癖だな。私のことは気にせず、今晩は友人たちと楽しんできてくれ。なんだろう、何か感づかれてるのかな。やだな、こいつに本気で疑われたらすぐに記憶喪失だってバレちゃうよ。でもよく考えたらケントに相談してみるって手もありだよね。ありだけど結構冒険だよね。病院連れて行かれてからやっぱ嘘ですとは言えないしね。まあその手についてはもうちょっと考えようか。とりあえず今晩は沢たちとおしゃべり大会だね。何か新しい情報が聞けるといいね。それでは峰の失恋が誤解だったことを祝して一同乾杯。まあ確かにめでたいんですけど、うまくいったわけでもないのに乾杯までされるとちょっと複雑です。まあまあ、失恋確定じゃないんだし、相手も見つかんない私に比べればずっと希望あるって。沢先輩は自分の分もわきまえず高望みしすぎだと思います。うわ、言ったな。わかってるよ、いつも高めばっかり狙っちゃうよ。おかげでなかなか好きな相手もできないよ。本当に今狙ってる相手いないんですか。かっこいい男周りにいっぱいいるじゃないですか。でもこれってのがいないんだよね。店長とシンは性格があれだし、ケントさんはくっついちゃったし、トーマも本音見えないとこあるし、ミネの友達だっていう一輝さんとやらはなんかうさんくさいし。ほんと望みすぎです。そりゃあの店長がいいっていうあんたなら誰でもどんと来いって感じなんだろうけどさ。失礼なこと言わないでください。店長にだっていいところはあります。例えばどの辺？仕事熱心なところとか。いや、それ店長として最低限のところだし。厳しいけど自分の信念を持って店舗経営してるところとか。ああ、信念ね。信念は人一倍あるよね。でもそれで言ったらケントさんも結構好みのタイプだったんじゃない。残念だったね。ケントさんにはもうアタックして振られ済みです。マジでか。店長が振り向いてくれないんで、とりあえず素敵な人には一通りアタックしてみようと思って。あんたの根性には感服するわ。だってみんなそれぞれにいいところありますよ。今一番狙いは一輝さんですね。ケントさんにはうかつに手を出してひどい目に遭わされました。先輩は知ってますよね。あの時あの場にいましたし。ほら、ケントさんにモーションかけて一刀両断されたことがあったじゃないですか。ですから前からいいなと思ってたんですよ。どうですか、私とお付き合い楽しみに少しだけでも。くだらない。なそんな話は次の小テストで満点を取ってからにしてくれ。バカ相手では戯れでも交際しようと思えない。バカってそれはあんまりですよ。ならバカじゃないと証明してみろ。授業を熱心に聞いてもらえるならデートの真似事ぐらいはしてもいい。あ、先輩。やだ、覗きですか。そんなことあったんだ。そうなんですよ、ひどいでしょ。ねえ、今の過去の記憶だよね。君そんな場面に居合わせたんだ。その後どうなったんだろう。もうちょっと先まで思い出せればな。なもんですから、まさかあのケントさんが先輩と付き合ってるなんて夢にも思いませんでした。先輩はケントさんの小テストで満点取れたんですか。
いや無理でしょ、ケントさんの出す問題難しすぎるし。ちなみにどっちから付き合おうって言い出したんです？お、来た来た、それを聞かなきゃ始まらないよね。え、知らないよねそんなの。どっちが告白したの？あんたから？ケントさんから？どうしよう、どっちだと思う？わかんないけどね、どうなんだろうね。でも君も少しずつ記憶を取り戻してるし、君が言うならそうなんじゃないかな。うん、でもそうですよね。お付き合い半月記念のケーキなんてもらっちゃってラブラブでしたし。何それ、初耳。っていうかお付き合い半月記念って、そんな記念日自体初めて聞いたし。ですよね。もうアツアツっていうか、二人の周りだけお花畑みたいな。いやいいと思うよ、付き合って半月ならそのくらい暑い方が。はあ、私もいいご縁がないかな。ですから沢先輩はまず理想を下げて人のいいところを探すことから始めるべきです。探してるよ。沢先輩、女の子のことはすっごい太っ腹で受け入れてくれるのに、男性のことになると全然ダメですよね。う、痛いところ。だけどさ、女友達はたくさんいてもいいけど、付き合う相手は心から信頼できる人がいいじゃん。信頼関係は最初からあるんじゃありません、作っていくんです。そういうもんなのか。これ本当に徹夜トークになりそうな雰囲気だね。まあたまには息抜きってことで、女友達と気兼ねなく喋るのもいいかもね。